右大、KU は、日本の陸上競技選手。専門は10種競技で、現在の日本記録保持者。北海道江別市出身。国士舘大学体育学部卒業。国士舘大学大学院スポーツシステム。研究科博士家庭在学中。国士舘クラブ所属。身長196センチメートル。体重95キログラム。血液型 A 型。 マネジメント契約先は、スポーツビーズ。小学校時代は、ドッジボール少年団に所属していた。大麻東中学校で陸上部に属し、1年生で、ハードル走2年生で100メートル、高丸投げ、総高跳びの3種競技 A に取り組んだ。1年で168センチメートルだった身長が2年で183センチメートル、3年で188センチメートルと、 急激に伸び、膝の痛みを誘発するオスグッと病によって思い切り練習ができなかったという。中学では通信陸上北海道大会での総高飛び3位が最高位。札幌第一高等学校の大町和寿監督に推薦入学の打診を受け同校へ入学。成績は1年生でインターハイ、北海道地区大会、総高飛び9位。 秋の新人戦ではやり投げに出場。総高跳びの練習中に骨盤を剥離骨折し、1年生の陶器はウエイトトレーニングしか練習できなかったという。2年生の春にはオスグッド病も感知し、総高跳びとやり投げでインターハイへ出場した。高校2年の冬、大町監督からハッシュ競技への転校の打診を受け、初戦の札幌支部大会で5606点の 北海道新記録をマーク3試合目のインターハイでは2位となった。大学は監督の母校国士館大学へ進学した。1年で日本ジュニア選手権優勝2年時に7055点、3年時に7166点を記録。4年生次に全日本インカレと日本選抜和歌山で優勝している。大学での自己ベストは7512点であった。 2009年に卒業し大学院へ進学。この年の日本選抜和歌山大会で日本歴代2位の7930点をマーク。2011年、鈴木に入社する。同年6月の第95回日本陸上競技選手権大会、混成競技で日本人初となる8000点超えの8073点をマーク。日本記録を塗り替えた。同時に、 世界選手権参加 B 標準を突破した。同年8月27日、28日の世界陸上テグ大会では7639点の20位であった。2012年6月、日本選手権で自身2度目の8000点オーバーとなる8037点を記録して3連覇を達成し、この種目で1964年東京オリンピックに出場した。 鈴木翔介以来日本選手48年ぶりとなるオリンピック出場が決まった。同年8月8日、9日のロンドンオリンピックは7842点で20位。2013年6月の日本選手権は7808点で優勝4連覇を達成。同年8月10日、11日の世界陸上モスクワ大会は7751点で22位。 同年11月、大阪高槻市にあるスポーツクラブトライにて、中川隆が提唱するトライ体管理論を3日間18時間に及ぶパーソナル合宿で直接学んだ。右台は2014年の日本記録更新時の取材にて、この時に体の正しい使い方を学べたことで自分の意思で記録を更新できたと語っている。2014年4月27日、 日本戦抜陸上和歌山大会で8143点を記録し日本記録を更新。6月1日の日本選手権混成競技では自身の掲げる目標を超える8308点を記録し日本新で5連覇を達成した。同年9月30日から10月1日にかけて行われた2014年アジア競技大会では8088点を記録し金メダルを獲得した。 同年12月22日に東京で開かれた日本陸上競技連盟の年間表彰式アスレティックアワードでは年間最優秀選手に選ばれた。2015年7月5日の第99回日本選手権では8058点で同大会6連覇を達成。同年8月28日、29日の世界陸上北京大会は7532点で20位。 2016年4月、日本選抜陸上和歌山大会で、セカンドベストとなる8160点を記録して、優勝、リオデジャネイロオリンピックの参加標準記録となる8 2 0 0点を突破した。6月4日、棒高跳びの練習で、ポールが折れて、左手親指の付け根を骨折し、左膝にも6針縫う怪我を負った。7日には左手にボルトを3本埋めて固定して、 同月11日の日本選手権に臨んだが、一種目終了時点で、医師の助言に従い、大事を取って棄権した。27日には、中村昭彦と共にリオデジャネイロオリンピック十種競技日本代表に、内定、7月1日には、同オリンピック日本選手団の機種に選出された。2019年9月、十種競技において2019年世界。 陸上競技選手権大会日本代表が内定していたが日本陸連の不備により内定取り消しとなった。だが9月20日出場可能となったことを自身のツイッターにて報告。インビテーションで右大選手含む5名の選手が世界陸上への出場が決定した。2020年5月スポーツマネジメント、スポーツビズと業務提携契約を締結。父は 高校時代は、投敵選手、母は、総高飛びとオン、ハードルが専門で、リレーで、日本インカレに出場もしている。妹のオリエは2008年のインターハイ女子やり投げで、優勝。弟のケイキンは、北海道総体の4種競技で優勝。東京高等学校を経て、兄と姉に続き国主館大学へ進学。2015年5月15日、関東インカレの1種競技で、 自己2番目の記録となる7222点で優勝した。趣味はフォークギターで高校時代は路上ライブをしたこともある。2015年7月31日に行われたプロ野球 DNA 広島戦の始球式では急速時速 133km を記録している。野球経験はないが過去に最速時速 141km を計測したことがある。 2019年末には日本ハムが右台を入団テストに招待する意向を持っているといった報道もなされた。ありがとうございます。